アイルランガ王は、インドネシア、ジャワ島に繁栄した、クディリ王国の君主で、初代ムブシンドク王の孫、マクタワンサワルダナの娘のマヘンドラだったトバリオウ、ダヤナの間に生まれた。ギフダルマバンシャ王が彼の結婚式に、地方領主の一人、ウラウリ王の反乱によって殺害されたことを機に遺さな、朝の王国再建と、東部ジャワの再統一を志すことになる。アイルランガと、 ダルマン社の娘であるその子は命からがら難を逃れて、1019年、イサナ王朝を継ぐ者として王位に就いたが、彼の勢力範囲は、プランタス川川口付近とバスルハン付近に限られる狭いものであった。体制を立て直して、彼の岐阜の王国を再建する事業に取り掛かることができたのは、1028年からであった。1025年に、シュリー・ビジャヤが、 南インドの長羅町に屈服させられた後であるのも何か関係があるのかもしれない。1030年、苦闘の末、ウラタン王、ビシュヌプラバワとハシンの王を破り、翌年にはウンケル王ハヌダを屈服させた。1032年にウラウリ王を破り、南部のトゥルガ軍周辺を治めていた女王と戦い、一時的には王とワタンマスを攻撃され、 アイルランガ自身が非難するほどの苦しい戦いであったが勝利を収めた。しかし、1035年からウンケル王、ビジャ・ヤワルマとの数度にわたる戦いをしなければならなかった。アイルランガはこれにも勝利し、1037年にビジャ・ヤワルマ自身も従者に殺されて一連の国土回復戦争は終結した。そして王都をカフリパンに移した。この王都は プランタス川口付近にあったと思われるが正確な位置は不明である。アイルランガ王は1041年プチャンガンに、吉祥なる、勝利の道場を意味する、シュリービジャやアシュラマ総員を建て、プチャンガンのプラサスティを建てた。このプラサスティには、自分が親読王のいさな家を継ぐものであって、親読王や義父ダルマ版社王がなしえなかったジャワ東部に、本拠を置く。 統一王権を確立したことを刻ませた。東部ジャワの統一を完成したアイルランガ王が次に行ったのは、プランタス側の農業開発に絡んだ治水事業と海外交易の振興であった。1037年に刻まれたカマラギャンのプラサスティには、王がプランタス側下流のワリン・ギン・サプタに堤防や池を築かせた記事を見ることができる。アイルランガ王は、 フランタス川下流に住む住民たちを総動員し、堅固な堤防や池を築かせて、彼らに減税を交換条件として、堤防の維持管理を義務付けた。この本格的な堤防によって、それまで洪水によって、被害を受けてきた水田や集落が守られるようになり、池は水田の灌溉に活用され、生産力が増大した。また、マ川川口のスラバヤ付近にあったと推定される。 港町、不ュンガルに住むジャワ島外から来た商人や、商船の船長たちも、上流へ、商品や、物資の運搬が可能になったことでこの堤防の、完成を歓迎した。堤防は、大王の堤防と呼ばれ、王が称えられたという。また、アイルランガが刻ませた1021年のチャネのプラサスティ、1036年のトゥルンヒアン A、プラサスティ、パカタンのプラサスティに、 どの国から商人たちがジャワへ来ていたか知ることができる。北、インド、カリンガの出身者、スリランカのシンハラ人、南インドのドラビダ人、パーアンディア町やケララ地方の出身者、ジャンパー王国の出身者、クメール王国の出身者が来航していたことが確認できる。また、アイルランガのクディリ王国が不ュンガルの他に、現在のトゥバン付近に、 カンバンプティ港ミナトを持っていたことが、11世紀後半のカンバンプティのプラサスティから知ることができる。これらのプラサスティの名文から、アイルランガ王が海外交易に強い関心を持ち、推進しようとしたことが伺われる。これらのプラサスティには、中国人に関する記述がなく、中部ジャワのコマタラムやシャイレーンドラ朝時代には、盛んに交易を行っていたのとは、 対照的である中国との交易が本格化するのは12世紀前半の南宋成立前後からであり、それまでは中国とは直接つながりはなく、交易相手は長羅朝やパンディアーサ、スリランカなどのインド諸国であり、中国とは結果的にクメールジニやチャムジンの商人を仲介して間接的に交易を行っていたのかもしれない。 また特筆すべきアイルランガ時代の特徴は、以後の区切り王にも受け継がれることになる文芸の保護である。彼の知性の代表作として、アルシュナ・ウィワーハすなわち、アルシュナの婚礼と呼ばれるカカウィンという形式の小邪魔語による女子詩が作られた。これは、マハーバーラ多大三巻、森の巻に掲載された短いエピソードを素材に作られた作品である。 バーンダウ兄弟の一人アルシュナは、修行の末に、神々から強力な武器を授かり、天国に侵入してきた怪物、ニルワタカワチャを退治して、その報酬として、天女、スプラタと結婚七条へ帰ってくるという物語であり、アイルランガ王自身が苦難と戦いを乗り越えて、王国の統一を完成するという人生の比喩であり、アイルランガ王の結婚を祝福し、 王国の統一の完成を称える意味を込めて作られた作品と考えることができる。なお、作中の主人公のセリフには、ジャワの伝統芸能として現在までも伝わる、ワヤンクリが当時から行われていたことを示唆するセリフが見られる。アイルランガ王は1042年に出家するが、政治の実権は握り続けた。彼には5人の子供がいたが、後継者の本命だった。 王女、シュリー・サングラマ・マビジャヤは、苦行者になることを望んだため、王国を分割せざるを得なかったと伝えられる。アイルランガ王が晩年に、王位継承争いを防ぐために、カフリバンに遠き、プランタス川川口付近を支配する、ジャンガラ王国と内陸のクリリに遠く、パンジャル王国に分割した年代については、プナン・グンガンさんにある、 チャンディイコールブラバンにあるアイルランガ王のに姿を刻んだビシュヌ神像の記念名が王の死去した年と考えられる1049年であってそれ以前とされてきたがマジャパヒト王国時代に編纂された年代記デイシャワル7ナナの新写本が発見されて1052年の出来事として記述されていたためこの年代以降に王が死去したと考える研究者もいる。ありがとうございます。